はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はレベル上げの方法をやっていきたいと思います。今のレベルですけども、ソローネとオズバルドはレベル99、他のキャラクターは90前半となっております。レベル上げを始めるのは20ぐらいからじゃないでしょうか。仲間を8人仲間にする頃に多分20前後だと思います。それぐらいからスタートしてくださいね。で、序盤のレベル上げの、ベストメンバーこれだと思います。ソローネ、パルテティオ、テメノス、オズバルド、この4人ですね。まずソローネ、夜戦ったら、味方全体がステータスアップします。で、同じくテメノスが夜戦うと敵全体が弱体化します。この2体は絶対必要ですよね。プラスで、アタッカーとして、俺はオズバルドを選びました。まあ、他にもアタッカーいるんだけども、俺はオズバルドが一番いいかなと思います。魔法で一掃していく感じですね。んで、パルテティオは、BP パサーを使って、倒せないところの敵を、火力アップさせて倒すという感じです。まあ、これがベストメンバーですかね。で、レベル上げをするにあたって、アビリティが絶対必要になってきます。序盤ではね、まずこの3つを用意してください。闇に生きる。経験値アップしますね。そして、獲得経験値アップ。これも経験値がアップします。で、プラスで、これ。先駆けですね。まあ、序盤で全然この3つは取れていくと思うので、この3つは必ず、準備してみてください。効率が全然違います。んで、オズバルドで戦っていきますので、オズバルドの火力が重要になってきます。序盤から取れる、オズバルド用の強い武器を取りに行きましょう。取りに行く場所ですけども、ニューデルスタ、こっからスタートしまして、横に行って、下、これ船の身の口、ここにあります。ここに行きますね。到着しました。船の身の口ですね。カヌーに乗って入っていきます。で、ここ入りましたら、危険度レベル34です。かなり、序盤にしては強いやつだと思います。なので、アビリティ、これは絶対つけてください。エンカウント半減、そして逃げる成功率アップだね。この2つは絶対につけておかないとやばいです。で、まあ事前にね、道中セーブをしていってください。もしもここでやられたとしても、そこからスタートすることができます。うん、まあ序盤からね、結構強い武器取れて、レベル45のところとかにも走り込んでいくと思うんですけども、まあまあ34、若干マイルドだけども、まあ、序盤では絶対勝てないので、逃げましょう。んで、一番下まで来て、そこの一番右ですね。一番右の宝箱。そこまで、なんとか、たどり着いてください。まあ、全然いけると思いますよ。ここですね。ここの宝箱。ここに、杖が入ってます。ここに入ってる杖が、これですね。クォーツロッド。確かこれが入ってたと思う。うん。属性攻撃力が192。まあ、序盤使うにしては、もうものすごい強い、武器になると思いますので、これを取ってからレベル上げをしてください。それでは、レベル上げをする場所ですけども、まず20前後で俺のおすすめする場所は、ここです。ニューデルスタから上の方に行ってください。これ、遺棄された水路ですね。20前後はここがおすすめです。ここ、美味しい敵がいます。その美味しい敵っていうのが、こいつですね。こいつらが、ものすごく美味しい敵となってます。何が美味しいかって、こいつらの持ってるアイテムです。なので、好きあらば、盗んでおいてください。これ、全能の精霊石。これ、ものすごくいいやつで、まず、オズバルドの、学者のライセンス化を取るのに5個、いや3つかな、それぐらい必要なんですよ。
で、アイテムとして使っても、ものすごい強いアイテムです。敵全体に無属性の特大ダメージ。で、弱点に関係なくシールドポイントを削るっていうアイテムなので、まあ、隙あらば、こいつから盗んでください。まあ、倒した時に、ドロップアイテムとして出ることも、たまーにあります。うん。まあ、たまーになので、あまり期待はせずに、まあ、ぼちぼち盗んでいくといいと思います。で、ここ、遺棄された水路で、レベル30ぐらいまで上げてください。30までいかなくていいかな。28とか29、そこぐらいまで上げます。で、ここのレベルになりましたら場所を変えましょう。すぐ横にあります、これリフィア山、ここが、次のレベル上げ場所として俺はおすすめします。行きましょう。リフィア山到着です。危険度レベルが31ですね。遺棄された水路と比べると、断然敵が強くなってきますけども、まあレベルを上げて30前後になってくると全然勝てるようになると思います。まあいつも通り、オズバルドの魔法、もしくはもうテメこいつとかだったらね、テメノスの光魔法とかで片付けていってもいいと思います。貴重な知見を得た。でここ、31なので35前後、35前後ぐらいまで上げれば OK です。まあ、そんなに時間かからず、35ぐらいまではなるかなと思いますよ。で、次、また35ぐらいになると場所移動しましょう。次行くのが、ここ。一番最初にロッドを取りに行きました。船の実の口ですね。ここが、35? それぐらいからおすすめです。船の実の口到着です。でここ、35前後で戦うと思うんだけども、その頃になると装備もちょっとね、集めてほしいものがあります。アクセサリーのこれだね、経験値ブースター、そして幸せのブローチ、幸せのブローチはもうちょっと先になると思うんだけども、まず、この経験値ブースターとか JP ブースターとか、まあ、そういうのは、つけておいた方がいいです。まあ、キャットリンのまたたび、オクトリンのタコツボ、この二つも入手しやすいので、いいですね。繁盛のお守りとか、まあ、お金とか JP とか、経験値が上がるやつは、つけていった方がいいです。うん。まあ、30前半それぐらいになると、大体取れると思いますので、用意してからレベル上げをすると、効率が良くなります。で、ここ。危険度レベル34なんですけども、比較的敵が弱いです。ここは弱いね。なので倒しやすいと思うので、ここで、45前後まで上げてください。45前後。全然上げれると思います。45前後までここで上げましたら、移動しましょう。次に移動する場所ですけども、ここが俺のおすすめですね。月と太陽の洞窟です。ここ、ホニングクリークから、歩いてすぐの場所にあるんですけども、ここに行ってみましょう。ここですね。月と太陽の洞窟です。ちょっと入り口がわかりづらいかもしれないですけども、まあ、探してみてください。ここの危険度レベルは45。ですね。ここで55、まあ、60前後、60手前ぐらいまではここで全然上げれると思いますので、上げてみてください。ちょっと敵がね倒しにくくなるかもしれないんですけども、まあうまいこと BP バサーを使ったり、テメノスで追撃をしていく、そういう感じで倒していくと全然いけると思います。それではレベル60前後になりましたらば、レベル上げの最終段階に入っていきましょう。準備するものがいくつかあるんですけども、まず場所です。レベル上げをする場所ですけども、ここが間違いないです。ストームヘイルから下に行ったところの、これ巨壁の地下道、ここから入れる、奈落の城ですね。危険度レベル55なんですけども、ここが、レベル上げの場所としては一番
美味しいところです。ここですね、巨壁の地下道、ここに入りまして、でこっから下に行くと、奈落の城があります。で最初はここね、あの橋が崩れてないんですよ。なので確か仲間をね7人にして、ここを渡れば橋が崩れます。導くとか、誘惑とか、そういうやつで仲間を7人以上連れてここの橋に渡ってください。そうすると奈落の城へ入れるようになります。そしてレベル上げ最終段階に必要な装備、そしてアビリティがあります。準備してください。なかなか難しいんですけどね。でも、あるとないとじゃあ効率が全然違います。まず武器なんだけども、歴戦の杖もしくは怒号の指揮棒あたりが俺はおすすめですね。この2つはそんなに取るのが難しくないので取ってみてください。でこれ絶対必要です。進化の銃が、そして真理の秘跡、この2つ、超重要です。まず進化の銃がですね、この進化の銃がのある場所ですけども、船で行けるここ悪敷の巣ですね。ここに、歴戦のサメがいて、サメを倒した後に入るようになります。ここのボスを倒すと、宝箱から進化の銃がを入手することができます。確か宝箱だったかな。うん、これは絶対に必要です。でそしてもう一つ、名前なんだったっけ、忘れたぞ。真理の秘跡か。真理の秘跡は伝説の装備になりまして、今いるここ奈落の城ですね、この奈落の城のボスを倒すと入手することができます。ここのボス結構強いので、まあでも60前後あれば勝てると思います。うん、まあやばいなと思ったら傭兵呼びとかそういうのすれば全然いけるんではないでしょうか。まあ、とにかく、装備は2つ絶対必要ですね。進化の銃だと真理の秘跡、これがないと火力があんまり出ないので、ワンパンで倒していくのはちょっと難しいかな。でプラス、必要なアビリティもあります。この4つが間違いないですね。魔力の代償、そして満身の力、先駆け、BP プラス。これで戦うようにしてください。で、他のキャラクターは、先駆けは抜いておいてください。うん。先駆けは、まあ今ちょっと入れてたんですけども、抜いて、オズバルドだけ先駆けを入れるようにしましょう。そうすると、オズバルドだけが、危ない。夜にしないとね。夜にするの重要ですよ。オズワルドだけが先駆けで、移動するようになります。なので最初から、魔法を使うことができます。その装備プラスアビリティをつければ、まあ炎だけで大体倒していけます。なので、カーソルを動かす必要がなくなるので効率が、まあ、若干なりとも上がると思いますので、まあ、あの装備そしてアビリティをしっかりとつけるようにしてください。敵が出てきたら先駆けでオズバルドだけが動く、でこの魔法で倒す、まあ、こんな感じですね。あとこれを入れとくとさらにいいと思います。エンカウント半減、これは抜いて装備のこれだね、引き寄せのリボンをつけると敵がもうじゃんじゃん出てくるので、もう出てきたら倒す、出てきたら倒す、まあその繰り返しです。もう先制攻撃になるとねちょっと面倒くさいですね。オズワルド以外は防御させてサクッと進めていってます。まあこれが、終盤のレベル上げの方法ですね。まあ、装備が結構重要になってくるので、まず装備を集めてやってみてください。はい、ということで今日はレベル上げの方法をやってみました。レベル20ぐらいからスタートしまして、まあ、自分のレベルに合った場所で戦っていくと、早くレベル上げが済むと思います。で、
序盤はアビリティが必要です、必要アビリティが2つ、闇に生きるですね、闇に生きる、そして経験値アップ、この2つを必ずつけてするようにしてください。で、中盤を過ぎましたらば、装備が取れるようになると思います。必要な装備がこれ、経験値ブースター、そしてまあ中盤の終盤あたりに取れる幸せのブースター、これは必ず装備してやるようにしてください。んで、最終段階に入りましたらば火力がものすごく必要になりますので、これ進化の銃河と真理の秘跡プラス、アビリティの魔力の代償、満身の力 BP プラスの先駆け、これでぜひやってみてください。レベル90からは本当にきついので頑張ってくださいね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。